びっくりびっくり。ちょっと強引でしたが、ポジションは変わらず、3番手には吉井、4番手に川辺光輝がやってまいりました。4番手グロム、5番手には拓磨でしょうか、6番手には河合雄二、7番手にはバンドをヘアピンで見せてるのか、若干焦り気味なバンドを押し込み、3番手争いは吉弘対川辺光輝。ヘアピン立ち上がり、こちらまでの転倒、ヒートアップしております。ヒートアップしている。さあバンドを伸びてくるか、スクーターのストレートスピードがそれを乗せるのか、バンドを伸びてくる、どうだ、トップ争いは2名に評判のここにいた高校内入口にヘアピンで打っていく。さあ試合だ、面白いレース。後方では吉弘と川辺、さあどうだ、ストレートスピード生かしてくるのか、スクーター、2ストロークのスクーター、速い速い速いですね。2番手にはバンド、ラストダイブが出てきました。意外といてはなんですが、吉弘が頑張っております。吉弘3番手、現在吉弘が3番手、4番手に川辺、5番手に上がってきたのはマサトですね。マサトが5番手、6番手にはマサトの親父が来ている。先ほど壁にぶっ刺さりました、マサトの親父がポジションを上げてきまして、2位争いに、3位争いに、ここで4台の3位争いになりそうだ。そのまま長男を抜いていく、親父を投げない、親父吹っ飛ぶ。さあトップはどうだ、マサトが熾烈争いをしております。ファインクラス、ファインクラス、なかなか坂東はだいぶ落ち着きを取り戻しまして、どこかでトップに立とうかという作戦でしょうかね。一旦落ち着きました。もう拓郎選手に至ってはフロントタイヤがついておりません。これは楽しんでおります。ファインクラス模擬レースです。残りは4周となってきた、残りが少なくなってまいりました。スクーター対坂東の争いが面白い。さらには3位には吉弘、川辺、正人、さあ見えねえ、残りは少なくなってきた、残りました。マサトが行ったポジションアップで4番手、今枝マサト、うまくきれいに抜いてきましたね。4番手に上がったのは今枝マサト、3番手には変わらず服部義弘ですが、その義弘をどこで捉えるマサト。トップ戻ります。コントロールライン通過で残りが3周、3位争いが面白いぞ。マサトはやる気満々だ、マサトは内側に打っていく。思わぬ伏兵が入ってきている。
陸地区が 80cc だと思うでよ。スノールに去る3番手には陸地区来た河合良二の陸地3番手ジクジク、その後方河合が襲いかかる。ジクジク3番手フィニッシュ、4番手には